かけといた方がいいんじゃない絶対肩に。あ、じゃあかけとく。もう。じゃあ俺からかけますよ。デブが。お願いします。おい。かけてくれますよ。あ、ベイ逆だよ、それ。Okay, she selects so great, come back in a formation. Order fly again, sold another US one. Like a Scarface, Sky reaching nose face. Order line is closed. That, I'll be. 弾けんの？弾けないよ。弾いてみてさ。Yeah. 終わりですよ。Yeah.これでレッツゴー。いつもビートとか作ってるんですけど MPC っていうソフトが入ってて、それでビートを聞くとスネア打ったりして、でネタもネタで80年代90年代とか、まあ、データをチョップしてミックスとかも自分でやってるんですけど、それも手づかみで覚えたし、周りにも音楽やってる人たちなんていなかったから、そうですね、僕が多分ここら辺だと初めてじゃないですかね。最近だとその俺をの曲を聴いてくれて音楽始めたとか、一緒にいつも遊んでる仲間とかも僕から誘ってみたりとか、アプローチをかけてみんな始めたって感じです。撮ってみる。撮ってみるか。ちょっと俺サビ撮ってみて。ああ、サビ撮りやすい。撮ってみようぜ。サビを聴きたいね。これはループする感じなんだよ。3歳ぐらいの頃にダンスを始めて、小学校の頃に友達に誘われてバスケットボールをやったんです。んでそこから、まあ、なんかグレよっかなと思って、でヤンキーっていうかこうバイクとかになったりとかいろいろ喧嘩とかをしてて、でなんか平塚のなんか小さなたまり場みたいなところで、あのそうですね、結構怖いヤクザの人たちにすごく野球を入れられたっていうか殴られたりして、それが原因でヤンキーをやめたんですけどそんでそうですね、そこから音楽やってますね。そこからずっと音楽やってると思います。いい感じじゃね。めっちゃいい。そう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 。その時に常は財布を地面に投げて、口は真っ青だった。ロヒを5個ぐらい食ってたんだその日。常。致死量。もうバグ。確かそのレックス死んだ日もそのぐらいだったの。いやなんかそう。結構もうつらし8個とかそのぐらい。だから追い出ししちゃうからね。うん、まあ、酒とかも入ってたし、途中からだってあれ肉体的なあれでしょ。だからもう、ね、あの制御効かなくなっちゃって、キャパオーバー。もう楽しくなっちゃう。あれ記憶ないじゃん。ない。当然マジない。最悪、うん、本当だよね。マジ最悪。そしてもう最近は立ったよね。いや土を、ね、俺らは立ったね、うん、マジあれ記憶ないのつまんねえってなって、あれ本当に絶対記憶だったよ。あれけどお客さんとか大将さんがめっちゃハマり込んだっていう、もうありえないハマり込み。そんで大将くんがなんか車の事件あんじゃん、うん、車乗った事件。そうそうそう、なんか車に追われてみたいな、うん、マジであの時はすごい。そんでプップって鳴らされてなんか超キレて、後ろめっちゃ中指立てたらなんか出てこいやみたいな。で大将くんも行ったら車乗っけられて、携帯壊されてバイクの鍵投げられて傷だらけで帰ってきたっていうことがあって、スーパーサイヤ人みたいに道の中でおたけび上げてたくっさUp, up, 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 up,
この間出したアルバムのタイトルは Lex Day Games 4っていうタイトルなんですけど、その時にたまたまそのレディープレイヤーっていう映画見てて、アルバム作る前に、それでその映画から結構ヒントっていうかオマージュっていうかいろいろなんかもらって、まあ、完成したアルバムなんですけど、だからジャケ写とかもそのレディープレイヤーのオマージュ感が出てるんですけど、そうですね、あのアルバムは結構曲調的にはフューチャーサンドっていうか結構そうですね、ネオい感じのテイストに全部作って、アルバムを出すごとにこういうなんか変化をつけたいなと思ってるんで、まあ、次のはもっとなんか破滅的なサウンドにしてもいいなと思うし、こうアコースティックなギターが流れる感じでやってもいいなと思いますし、楽しみですね次の。バイクにグレたこともあったし、そうですね、ダメなドラッグにグレてた時もあったし、すごいいろいろありますね。まあ、でもバイクでグレた時期は中学1、2年でしたね。で、薬にグレた時期は中3、もう多分全部ほぼそうですね、ダメだったです。もうちょい向こうのアパートがもういつもガンダキ、殺人鬼の家が向こう側にあるんですよ。学校生活だって中学2年生まではもう普通に運動もできるし、結構クラスの中でも活発な方だったんですけど、そのダメなドラッグやり始めた瞬間にもうとんでもないダークな感じの人になってて、そうですね、結構びっくりされましたね、親とかからも。いきなりなんか何みたいな感じ。そうですね、イルブメシ、メチメントのやつも好きなんだけど、あースリーリーみたいな。結構つられ泣きすることが多いっすね、友達でもそうだし、親でもそうだし。結構お母さんに関しては、小学校ぐらいの頃から結構お母さんがなんか、ちらほら泣いてる姿をたくさん見てたんで、なんかもうそういうのを見て、後ろで俺もなんか泣いちゃってて、毎回結構泣いちゃってて、結構いろいろとあって、全部をこう、一緒に見てきたし、一緒にやられてきたこともあったし、そうですね、なんか親に関してはすごい自分の中で親っていうかこうもう人生を一緒に歩んできた人っていうか、一緒に苦難を乗り越えてきた人だし、それに関しては姉貴も妹も一緒だと思うんですけど、うん、僕がもう生まれた頃にはお父さんいなくて、なんか借金も全部親父が丸投げしたのをお母さんが払ってて、それで何年か経って新しいお父さんができたんですけど、その人があのアメリカのオレゴン州出身の人で、ね、名前はレックスって言うんですけど、でそれである日なんか夜中僕が寝ようとしたんですかね、そしたら下ですごい大きな物音がして、あれなんだろうと思って、小学2、3年ぐらいの頃なんですけど、朝方行ってみたんですよね、びっくりして、そしたらなんかもう下の部屋がぐちゃぐちゃになってて、と思ったらなんかそのぐちゃぐちゃの中に机の下ぐらいにお母さんがなんかいてみたいな、で大丈夫みたいな、ポンポンってやってこっちに顔向けたんですけど、そしたらもうなんか目も開かなくてすごい腫れちゃってて、もう目も開かないし口も切れてるし、でも結局そのレックスの DV だったんですけど、そうですね、それはもう泣いちゃいましたね、大号泣だったし、ね、かわいそうだったし、もう食べられなかったし、そうですね、
でその頃からですね、その親の顔を見た頃から強くならなきゃなと思ってたし、そのなんだろう、その復讐心っていうか、なんて言うんだろう、そういう気持ちがすごくなんか俺のこう活動源というか、こう今動けてるこの源の一部でもあるので、レックスって名前でやってますね。そこいける、おお、音が流れてる、お、いいんじゃん、お疲れです、お疲れーす、超元気、はい、お疲れ、お疲れ、めっちゃ涼しい、お疲れ、お疲れ、お疲れ、乗り込んだかもう酔っ払ってた人やばすぎでしょ、ごちそう、久しぶりです、ワキさん、お疲れです、お疲れです、わっしょい、わっしょい、わっしょい、俺ハイネケンのあれ初めて見たの、あのライト家にあったら超やばいじゃん、俺この前まで、あー、欲しいもんね、あれ超狙ってて、あ、それマジメイは、初心は100円持ってない、何それ、この赤に、そっちしかない、あ、俺それ考えてたんですけど、結構あえてですね、なんかすごい、なんかやっぱりこういう、なんだろう、ヒップホップっていう側に関わってきてて、結構みんながみんな辛い思いしてるし、でもみんながみんなそれを歌っちゃったらすごくなんか自分的に退屈っていうか、こう俺はどこどこで育ってみたいな、辛いけど頑張ってるんだぜみたいな自分的にはやっぱりそういう音楽もあるけど、俺は別にそんなの歌わなくていいかなと思うし、それは自分の中にずっとあればいいと思うんで、おー、うんべあ、なんこれ超急にぐちゃぐちゃなんか、ここに超合ってる曲だね、そうですね、これ最近みんなでめっちゃ気に入ってる曲なんですけど、ね、僕たちっていうか、俺らのその世代的に俺らはすごい勢いがあると思うし、多分まだちょっと大人になりきれてないっていうか、まあ、自覚でもしてるんですけど、そのバイブスがすごい高くてね、だからすごいその勢いがすごく物事を決めてくれる時もあるし、勢いで曲を作れる時もあるし、音楽に救われましたね。だって最近はもう遊ぶってなったら音楽を作りたいってみんななるし、やっぱり音楽がある、その芯としてあればすごく俺らもそのためだけに動くから、すごいなんだろう、生かしてくれてるっていうか、俺らは今はなんか周りに対してもですし、すごい感謝の気持ちとか持ったりとか、親に対しても、まあ親に対してはずっとなんですけど、そうですね、まあ、思ってるし、すごいコントロールも周りとかお互いにできてると思うから、すごくいい感じかもしれないです。音楽なんだけど音楽じゃない音楽作りたいです。革命っていうか、そういう感じの爆発的な曲を作れたらなって思ってます、この先。これはみんなで歩いてる感じ。じゃあここ歩いてみる。みんなでライトアップ。アップダウン楽しむポール。
I want ゲームの中悲しみすら忘れる街 Play now 横には勝利彼らは loser 俺らが win Oh oh like a deja vu Oh I got some trouble の捕虜のビーチ Beach out Up down 楽しむ for I will not fall 彼女は kiss meI want ゲームの中悲しみすら忘れる街 Play now 横には勝利彼らは loser 俺らが win Win Oh oh like a deja vu I got some drugs No more you're no bitch Bitch yeah yeah Baby good morning おそめの朝に飲むコーヒーOh, sorry for homie 俺だけ遅れて sorry 大事なものを全て get 俺様泥棒意味のないことは no no 夢の中でまた oh no My bro も my bitch も夢の中でラックスエモーション彼女の中のストーリー俺塗り替える幻 Up down 楽しむ party I want not a party 彼女は kiss me I want ゲームの中悲しみすら忘れる街 Play now 横には勝利彼らは loser 俺らが win Win Oh oh like a deja vu、oh, I got some drug No 捕虜の bitch Bitch yeah 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 yeah